シャルヘイ・ビクタラビチ・キスリャクは、ベラルーシ・カメネツ出身の同国代表サッカー選手。FC ディナモ、ブレスト所属。ポジションはミッドフィールダー。2002年に FC ルルミンスクのユースでサッカーを始めた。2004年に FC ディナモミンスクに入団し、プロキャリアをスタートさせ、レギュラーとして活躍。2010年12月に、ロシアの FC ルビンカザンへ移籍をした。当時のロシアリーグのシステムでは、フィールドに出られる外国人選手が6人までとなっていた。そのため、厳しい競争にさらされレギュラーをつかむまでには至らなかった。2012年7月、FC クラスのダールにレンタル移籍をした。2016年6月8日、スユペルリーグのガズイアンテプスポルと2年契約を交わしたことが発表された。2018年2月2日、カザフスタンの FC イルティシュ・パブロダルに移籍した。ベラルーシ代表として、各年代に招集され、UEFA-21 欧州選手権2009では、スウェーデン U-21 や、イタリア U-21 相手に得点を挙げた。2009年11月14日、サウジアラビア代表との親善試合で、セルゲイ・コルニレンコとの交代で、A 代表デビューを果たした。2010年5月30日、親善試合の韓国戦で A 代表初ゴールを決めた。プロフィールアットフットボール、ナショナルチームズ。ありがとうございます。